朝7時です、親父たちの散歩ということで実は僕48歳でひーはん兄さん52歳、合わせて100歳の旅になっております。朝の日課散歩お互いやってますんで、とりあえず今国際通りを歩いてますが、当然この時間は人はいてないと思いますが、大阪に比べてやっぱ日の出が遅いですよね。まあ、7時でまだ暗いですからね。はい、とりあえず適当に歩きます。今日も一日始まるよ。沖縄本島はっていうざっくりした言い方だったから、どこですかね。どうなさそうな感じ。ここだけポツンって開いてるのもおかしいですもんね。とりあえず中華そばってありますか。開いてる。開いてる。あ、なんか。開いてる。そんな。で、俺も松屋思ったんですけど。お腹が減ったいうことで、この辺ですね、国際通り近く歩いてるのないんで、一軒だけ空いてるところに行ってみます。朝からハード。先輩はその店を見て松屋と言いましたけど全然違います。見えるかな。牛丼も売ってるしいいか。はい、じゃあ行ってみます。そうか、それにしたいな。そうそう、これが油脂道。そうやね、油脂道。一緒に仲良かったのでも一緒にね。ああ。二日酔いにはいいんじゃない。二日酔っちゃうけど。確かに。デジルがめっちゃいいの。デジルが。デジル。デジル。デジル。あの髪まで泡盛強烈だ。あれない。でも菊の末は泡盛強烈です。はい。昨日からこんなんばっかり食ってた。つまみ。昨日も食べた感じが。ダジ。同じ。いります？あ、いや、うん。はい、ありがとう。キッチンがかけます。朝から食いました。松屋じゃありません。どんてどないやねんて。
縄しかあれへんやん。ほんまや、どんてーって。あ、スタバ開いてへんすね、まだ開いてないね。うん、やっぱり9時か。え、家近く7時ぐらいから開いてますけど、ね、開いてる。うん、あ、そういえば開いてる。うん、みんなだから時間が、うん、時間がね、朝7時じゃないかな。とりあえず一旦戻って、うん、出かける準備。空いてる。出かける準備してレンタカーへゴーですね。はい、一旦戻って準備。